はい、こんにちは、村野聡です。今回はですね、4月から授業をする上で非常に役立つサイトを紹介していきたいと思います。新規採用の先生であれ、ベテランの先生であれ、4月からとにかく同様に同じように授業をしていかなければなりません。でその時にですね、まあ、4月の忙しい時期に教材研究もしていかなきゃいけないんですが、でその時にですね、ゼロからやろうとしたらですね、とてもとてもね、間に合いません。また教科書には指導書というのがついてるんですけども、なかなかね、まま授業するのはね、難しいんですね。まあ、なぜ難しいかということはまたいずれお話しする機会があったりしようと思うんですけども、そのままっていうのはなかなか難しいです。で私たちの心ある先輩先生方がですね、これまでの教育実践を意図的にね、こう積み上げてくださってるんですね。まあ、それがですね、書籍になっていたり論文として発表されていたりということなんですね。で、まあ、こういうものに当たるということがまず大事ですね。でその時に何でも当たればいいというものではなくて、やはり私たちが授業しやすいような形で残してくれているものにアクセスした方がいいわけですよ。でそれは何かというとですね、教師の発する発問指示説明ですね、こういうものだとか、あと教材ですね、そういうものが示されている文献ですね、そういうものに当たることで私たちは追試することができるわけですよ。じゃあ例えばどういうものがあるかということなんですが、まあ、本屋さんに行って探したり論文をね検索したりということもあるんですけども、今はですねネットの中にかなりこう有益な情報が蓄積されているんですね。それについて今日はいくつかお話ししようと思うんですよ。忙しいのでまずはそういうところにアクセスして追試できるような形で授業の情報を得るっていうことがね一番いいと思うんですね。今から2つほど紹介しようと思うんですけど、まず1つはこれですね、トスランドというポータルサイトがあります。これにはですね、まあ、ありとあらゆる、まあ、特に新しい教科書の授業方法なんかも全部ですね出ていますね。これで検索してみてください。そうすると、まあ、大体ですね自分の授業したいものにぶつかると思いますね、アクセスできると思いますので、まずこれがおすすめです。しかもですね、発問指示説明教材全部示されてますので、これを使うのが非常にね有効だと思います。そして2つ目ですが、2つ目はですね、私がいつもコラボでお世話になっております吉田隆先生ですね。吉田隆先生も YouTube チャンネルを展開されていますが、その中で、まあ、たくさんの教材研究がされてるんですね。道徳とか国語とかですね、を中心に社会科もありますし体育なんかもあります。まあ、膨大なですね吉田先生の実践群が YouTube チャンネルに収められてるんですね。これもね本当に使わない手はないですね。発問指示説明教材全部示されています。まあ、その通り授業すれば単元流せるぐらいのレベルで出てるんですよ。ですからこういうところにアクセスしてください。それでですね、YouTube チャンネルって、まあ、私もそうなんですけど、ちょっとこうバラバラになりますよね。探すのは結構大変ですよ。検索キーワード入れてね探せばまあ見つかるんですけども、吉田先生はね最近ですねこんなポータルサイトを立ち上げました。ご自分の実践群ですね、 YouTube チャンネルで発信しているいろいろな教材研究をですね全部教科別に分けて、そして学年別に分けて、で単元にアクセスできるようにね、ホームページとして作られたんですね。これはですね吉田隆チャンネルをさらに有効に活用するね抜群のアイテムになっています。まあ、ちょっと 見ますとね、まあ、こういう風になっていて、そしてこうやってね教科別になっていて、そしてさらに1年生だったら国語の1年生だったらこんな風にもう全部単元名教材名出てますね。そこをクリックすると吉田先生が出てきてお話をしてくださるというね、まあまさにですね教師の家庭教師みたいな、そういうポータルサイトになってますので、私もねいずれはこういう形にしていきたいなっていうふうにね憧れるようなポータルサイトになっております。ですのでね、こういう先ほど紹介したトスランド、この吉田先生のポータルサイトとか、まあ、そういうものを有効活用していくっていうことがねまず大事だと思いますね。まあ、今の時代何が大事かというと、その知りたい情報に1秒でも早くアクセスするってことなんですね。本屋さんへ行って探すとか、まあ、あるいはね Amazon で本を検索しても家に届くまでに多少時間がかかりますよね。そうじゃなくて、このポータルサイトトスランドとか吉田先生のチャンネルを利用することによっても瞬時にね第一情報をゲットすることができるんですね。これは本当に素晴らしいことで、私の時代にはねそういうのはなかったのでね、コツコツね、泥臭くやっておりましたけども、まあこういうものも今できていて、非常に教材研究もしやすくなっておりますね。でトスランドなり吉田先生のチャンネル内で、あこれで行こうと思えばもうそれで行けばいいわけですし、あじゃあもうちょっと調べてみようかなっていうんでね、他のものを少し調べながらより良いものを選んでいくという方法もあると思います。
まあ、それは時間との関連もあると思うんですが、とにかくこの4月は忙しいですのでね、教材研究も効果的に、そして効率よくですね、進めていくためにもですね、こういうポータルサイトを使っていくことをお勧めします。で、これね、知らなかったらアクセスできないわけですからね。今ね、私のチャンネル見てる方はこれでね、知ったわけですからね、早速アクセスしてみてください。概要欄にね、リンクが貼ってあります。で、まあ私のチャンネルもですね、一応教材研究してるものも結構ありますので、まだ吉田先生みたいな組み立てにはなってないですが、YouTube チャンネルの検索ウィンドウですね、そこから検索すれば発信してるものについては出てくると思いますので、そちらもぜひお試しください。で、今からですね、4月の各教科の教材研究というのは少しずつ進めておいた方がいいと思いますので、こういうものもアクセスして、そしてプリントアウトしたりスクショを撮ったりしながら自分のノートにペタペタ貼り付けていくことがね、いいかなというふうに思います。ということで、新学期に向けてまた頑張っていきましょう。次の動画でまたお会いしましょう。さよなら。